こんにちは。幸せクリエイター人生アドバイザーの椿です。動物さんとの幸せ教育体験、幸せハピネスイズアニマルズを略して幸せの楽しさと作り方をお伝えする幸せテレビ。幸せ意識の動物園の楽しみ方は、飼育員さんが動物さんのためにどんな選択肢を用意しているか知って幸せることです。ということで本日は福岡県にあります大牟田動物園に取材に伺わせていただきました。ありがとうございます。そして今回はこちらアザラシさんの選択肢にどんなのがあるのかなっていうのを教えていただきましたので、ぜひ見ていただいて試合を見ていただければと思います。今からアザラシさんのお薬を塗りますよ。ちょっとね、皮膚病でお鼻とか爪とかがね、ちょっとなかなか治らないのでねでもちゃんと説明があるんでね、皮膚病で治療中ですって。あとこのね、屋根とかもすごい大事ね。薬塗ったら水入れるそうです。入れるね。まずはお掃除をして、はい、ハズトレでね、ハズマンドリトレーニングで治療します。こっちとこっちでね、あ、お薬を塗っております。あっちの子は食べよう。こちらはなかなかちょっとそんな気分じゃないかな。記録を取ります。記録を取りたいんだけどね、そんな気分じゃないのねもっとね、塗ってもらってます。塗ってもらってお魚をもらうと。そうそうですね、はい、で、あんやでね食べない。ブーちゃんその気でなし、はい、ただいまその気でなし。そうなんだ。やっぱり寒毛の時期に近づいてくると、うん、そうだ、そうなんだね。今は割と回数を細かめにしてあげたり。あ、なるほどね。で、本当はおーちゃんみたいに丸々1匹あげてるのが基本なんですけど、うん、もう、あ、ーちゃんは切った感じね。めちゃめちゃ切ってね。なるほどね。目薬もさせるの？すごいな。すごいね。すごかった。目薬は子供から目をだいたい触らせるし。そうだよね。炎症を抑える洗顔を今続けて塗ってます。久しぶりに洗顔さす時とかは最初その潤いを与えるだけみたいので、ちょっと炎症したりとか、染みないようにってこと？細やか、あ、なんかちょっとなんか元気になった。さっきよりアクティブな感じで、ね、左肩のあたりが結構発熱してた、発熱してたんで。へー、そんな風に映るんだ。アザラシさんはどこが赤いのかしら。なんだろう、後ろの方だったりするんだ。結構ですね、うん、最近まばらになって、まばらなんだね、はい、いろんな論文でその、なんていうんですかね、いろんなところが熱くなったりすることがあるっていうことで。そういう動物さんなんだ。あと基本的に、うん、熱を放散する手は割と暖かくなりやすい、うん、あ、なるほど、やっぱ手なんだね。みんなで見ていいよね、このみんなで見てる光景がいいよね。みんなで、一人じゃなくてみんなで、みんなで見ただけね、アイデアが出たりなんだりもあるし、何か採取してますね。あれちょっとおいちゃんでね、見えなくなったけど採取しましたよ。尿、みんなで相談してね、意見交換して、これが大事だからね。超主役ですよ。一人で担当するもんじゃないですよ、動物さんは。一人でも多くね、みんなで支えて。なるほど、お薬飲んでる間とやめた後でね、その筋痛いところの熱が変わったかどうかをサーモカメラで確認して、獣医さんが見て考えてくれてると。もうみんなで考えないとだよね、いろんなデータ取ってね。やっぱ若い人が多いので、そのいろんなデータを取ったりとか、いろいろ、まあ、話し合って、これがどうだっていうのをすごく共有するような心だと、うん、もう何よりよ、安心して見てられるよね、ね、みんなで手厚な光景ですよ。今後は、まあ、こちらとおうちゃん向いてるけど横並びになってるので、うん、ちょっ
時に撮影したら2頭の巻き方もできるっていうので、今後は1週間に1回とかで取り組んできて、まあ繁忙期で変わるのかとか、そういうのもいろいろ見ていけたらいいかなって思って。まあ、体温は結構基本的なね、情報だからね。で、おそーい。救援さんはお掃除、どれだけ緊急にできるかのマンボですからね。大変だけどね。素晴らしいです。